ジョージ・マッケイはイギリスの俳優。配給会社による名前の日本語表記はジョージ・マッケイだが本人はジョージ・マカアイに近い発音で名前を紹介している。舞台照明をしている父とコスチュームデザイナーの母の元にロンドンで生まれた。パブリックスクールであるハロディアンスクールではウィル・ポールターの1年先輩であった。2002年。 ハロディアンスクールに通っていたジョージはスカウトされ、ピーターパンのオーディションを受ける。ロストボーイの一人、カーリー役に合格し、子役としてキャリアをスタート。ディファイアンスの撮影直前、交通事故によって目が開きにくくなる症状が出ているにもかかわらず、血で黒ずんだ目をしながら、やる気満々だよと撮影に臨んだ当時16歳のジョージに対し、監督のエドワードズウィックは、 とても驚いたし感心したと語っている。2015年、ジョージ主演の舞台、アー、荒野がザヤングビッグで公演。デイリーテレグラフの記者は、不釣り合いな現代的衣装のジョージは、若き天才であり、無垢でありながら若き不安感に満ちた瞳からは、傲慢さと、脆さが見え隠れしたと語っている。2016年、始まりへの旅で、ビゴ盲点線と共演。 2017年、マローボーン家の掟で、アニャー・テイラー・ジョイ、チャーリー・ヒートンらと共演。2018年、16歳、戦火の恋では、第二次世界大戦火に黒人の女性を愛した白人青年を演じた。2016年から2018年の活躍は彼にとって大きなもので、最近はイギリス以外のキャスティングディレクターからもかなり注目されている。 2019年公開、主演を務めた1917命をかけた伝令は、サム・メンデスが監督したことや、全編ワンカットであることから日本でも話題を呼んだ。2020年に本土での公開が控えている、ウルフでは、自らを狼だと信じる青年を演じる、ジョニー・デップの娘リリー・ローズ・デップと共演。また、キンクスの電気映画で、ジョニー・フリンと共演予定。 ありがとうございます。